皆様こんにちは、デザインプラス函館店の辻田です。本日ご紹介していきますブランドさんは D スクエアード。ジーンズを好きな方にはもう止まらない一本ではないかなというふうに思います。こちらをご紹介していきたいと思います。よろしくお願いいたします。ぜひ最後までご視聴ください。では早速こちらのマイシーズンペイントやクラッシュ、当たりなどディティールが異なるディスクエアードのスケーターなんですけれども、ペイントを一つ取っても同じディティールはないっていうふうに言われている、自分の好みの一本を探すのもディスクエアードの楽しみの一つじゃないかなというふうに思います。スケータージーンなんですけれども、日本人にもすごく人気のあるモデルになっておりまして、ディスクエアードの特有のダメージの加工感とハンドフィニッシュが効いているアートパンツ、本当にかっこいいパンツですね。ダメージによる穴あきなんですけれども、その部分には裏当てもしてあるので肌が見えない、その仕様になっている。そこがまたディスクエアードならではではないかなというふうにも思います。もう大人のデニムっていう感じですね。じゃあこちらのスケータージーンなんですけれども、ウエストの方が少し大きめにできている、そこも特徴なんですけれども、なのでワンサイズ下げて履かれる方もいらっしゃるようです。そのことによって細身なデニムではあるんですけれども、ちょっとウエストが細くてちょっとしっくりこないなっていう方でも、ワンサイズ下げて履いていただけるとまたそこもしっくりくるんではないかなというふうに思うデニムです。もう見た目もかなり印象的なディスクのこちらのデニムなんですけれども、まず加工感の素晴らしさと、あとこのクラッシュですよね、の肌見せがないところが本当に大人見えするデニム。合わせとしてはシンプルなインナーにジャケットを羽織っていただいても本当に大人のコーディネートが仕上がるんではないかなというふうに思う一本です。ではこちらのデニムなんですが、イタリアの職人さんが一点一点丁寧に手掛けて、加工感と細かいディティールまで本当に履き込んだかのようなこなれ感の出る一本となっておりますので、ぜひ店頭の方でこちらをお試しいただければと思います。本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございます。